ケイチャンネルです。本日紹介するのはこちら、スマートフォン用のスタンド、三脚ですね、iPhone 5S 用のスタンドです。それでは開けていきたいと思います。はい、内容物は、こちらの三脚と、これがスマホを固定するやつですね。あとそれを入れる袋だけです。それでは早速組み立てていきたいと思います。はい、今 iPhone 5S を上の方につけた状態ですね。こんな感じでついています。下は三脚になってて、足が3段階に伸ばせるようになってます。近づくとこんな感じです。これは右側の三脚はちょっと知り合いにもらった分で、今まで使ってた分です。スマホ用のアダプターを外すとですね、こういう風に普通のデジカメ用のスタンドとしても使えます。水平を測る、水平になってるかどうか分かるメーターっていうかの空気が入っててね、がついてます。以上ですね。特にということはありませんが、1500円ぐらいなんで、結構作りがチャッチーです。ただ普通に使えそうです。以上、スマホ用のスタンドのレビューでした。じゃあにー。